の打ち方。どうも、金子です。はい、今日は通常時の打ち方についてお話ししていきたいと思います。はい、通常時の打ち方ですね。はい、今日のテーマですね、まあ、見ていただいた方、なんだそんなの簡単じゃねえかと、そんな簡単なテーマかと思うかもしれないんですけど、今日上級者向けの動画だと思ってます。はい、というのもね、まあ通常時の打ち方は僕の打ち方があるんですけど、それ僕と同じように打ってる人ほぼ見たことないです。はい、まあ、僕のが一番正解ですよっていうわけではないですけど、僕と同じように打ってる人はほぼいないです。はい、で、僕なりの打ち方、ベストの打ち方っていうのをご紹介していきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。ということで早速いきましょう。本当はね、行きから書いてったんですけど、書き終わった後に、まあそもそも通常時とは何かっていうのもね、ご説明していけたらなと思いましたので書きました。はい、今日の目次ね、0、通常時とは1、そもそもの誤解、パチンコは回る台を打ち続ければ勝てるの誤解。はい、2、保留3度目、そんなんしまへんです。はい、これ気になるんじゃないですか。はい、で、3、通常時の小技紹介、ここに小技をいくつか書きました。で、まとめ、4まとめですね。はい、これをお話ししていきたいと思います。はい、では早速いきます。まあ、まずそもそも0、通常時とは、これですね。通常時とは、まあ、これ分からない方がいらっしゃるかもしれないのでご説明しますと、まあ、電サポじゃない時間のことですね。時短中とか、確変中、チャンスタイム中とかありますけど、電サポが開かない、通常時、当たってない時の画面のことを通常時ですね。その時の打ち方を説明していきたいなと思っております。はい、1、そもそもの誤解、パチンコは回る台を打ち続ければ勝てるよっていう誤解、これをお話ししていきます。これね、どういうことかっていうと、よく、まあ、パチンコは回る台を打ち続ければ勝てるでしょって言いますよね。聞いたことありますよね。パチンコは回る台を打ち続ければ勝てる、これ僕ね、少し違うなと思ってるんですよ。はい、っていうのも、ま、僕が思うにはですよ、回る台じゃなくて回せる台を打つんですよ。わかります？これどういう意味かわかります？回る台っていうのは、例えば北斗無双で僕が打てば21回回る台がありますよと。ただ、まあ、パチンコ始めたばっかりの方とか、おじいちゃんとかおばあちゃんとかが、それを僕が打てば21回回せるけど、ずっと打ちっぱなしにしてたら、おそらくそれが14回とか13回とかしか回らなくなっちゃうんですよ。はい、だから回る台でも打ち方によっては回らなくなっちゃうですね。だから回る台を打つんじゃないんですよ、回せる台を打って正しく回していく、これが正しいですね。はい、そういう意味で書きました。なので回る台を打てば勝てる、ま、書きましたね。はい、回る台を打ち続ければ勝てるじゃないんですよね、回せる台を正しく打てば勝ち続ける、これもまあ、これも本当に厳密には違うんですよ。例えば、まあ、回せる台をしっかり21回しても北斗無双で閉店じゃ15分前まで打ってますとかだったらもう取り切れないしね。厳密、例えば交換ギャップがあるお店で、まあ、夜朝10時でまだ夜8時になってても持ち玉ができてなくても回せる台しっかり回るし、打とうっつってもそれもったいない、逆にマイナスになっちゃう可能性もある。正しくは違うんですけど、まあ回せる台は正しく回していきましょうよっていうことです。はい、よろしいでしょうか。2、保留3度目、そんなんしまへん。これね、よくね、例えば保留3度目しましょうっていうの聞いたことありますかね。保留が3個止まったら止めると、まあこれよく聞くんですよね。はい、で、僕はどうかっていうと保留3度目じゃないんですよ。これ台にもよるんですけど、保留 2.8 度目します。 2.8 度目、保留3度目だとね、大体の機種ね、間に合わなくて保留3止まった、でも球がまだ出てくるから4個入った、あ、5個入っちゃった、中にはあ、5個もう 5個以上入ったらもう入賞しないってことになりますから、5個入っちゃった、6個入っちゃったっていうことがよくあるんですよね。なので保留 2.8 度目ぐらいですね。保留2個溜まって、この球がこっちから来ますね、こっちからこうやってこうやってきて、よりから、よりっていう、まあね、風車の上ね、から球が流れたら止めます、大体。はい、
なのでまあ大体保留 2.8 度目ぐらいですね。はい、あの海とかだったら保留3度目したりする時もありますけど、保留3度目基本的にね僕間に合わないと思います。はい、だからもったいないですね。はい、なので僕は保留 2.8 度目をしてます。はい、そういう意味で書きました。はい、ぜひ保留 2.8 度目の方がいいと思いますけどね、僕は。はい、やってみていただけたらなと思います。はい、3、通常時の小技紹介。はい、で、まあ保留3度目っていうのがまあ基本ですよね。で、まあ僕はまあ 2.8 度目でやりますよっていうふうに言ったんですけど、はい、その止め打ち技術以外に通常時で回転数をよりアップさせる打ち方を紹介していきます。はい、いきます。一気に開けちゃいましょうかね。一気に開けちゃいましょう。はい、ということで3、通常時の小技紹介していきます。はい、まず一番有名ですね、これがステージ止め。はい、これはもうやってほしいです。はい、ステージっていうのはまあワープですね。ワープっていうところから球が入り込んでですね、あとですぐ止めるってことだね。すぐ止めないと球がぶつかっちゃうんですよ。せっかくステージに乗って、ステージに乗ると球が入りやすいので、その奥とか手前とかに入りやすいんですけど、球がぶつかっちゃって、横から来る球にぶつかっちゃって回転数が落ちちゃう、弾かれてっていう経験あるじゃないですか。それを防ぐためにステージ止めやります。はい、これ有名です。一番次、ステージ球ぶつけ。これはあんまり聞いたことない、まあ僕しか言ったことないですけど、あのステージが滞在率が長い台があるんですよね。例えば 3R2 とかで結構僕使えてあるんですけど、でステージ球乗った球がもう真ん中に来ないなと、真ん中にもう来ない、球の勢いなくて来ないなっていうのを判断した瞬間にすぐ打ち出します。ですぐ打ち出してステージに乗っかった球をあえてぶつけるんですよ。あえてぶつけに行って死んだ球を生き返らせる。はい、でこれで回転率がアップするよと、そういうことです。はい、よろしいでしょうか。はい、3つ目、保留からの単発打ち。これちょっと抜けました。保留4からの単発打ちですね。ごめんなさいね、これ間違えましたね。保留3からの単発打ち、これ超大事です。最近の台ってあのスーパーリーチが長いんですよ。まあ漆黒とか無双とかよく話してますけど、もう長いですよね。で保留3になったら僕は保留4溜まるまで単発打ちをひたすら繰り返します。はい、これなんでかっていうと、まあそもそも一番多く回す打ち方は何かって言ったら単発打ちをずっと繰り返していることが一番回るんですよ。なぜなら単発打ちをずっと繰り返していればステージ上で球がぶつかることはありません。はい、なのでオーバー入賞することも絶対なくなるし、だから一番回るんですよね。だから保留さんになってもスーパーリーチ行ったらずっと保留さんからもう4個入るまで単発打ちをひたすら繰り返します。はい、でまあスーパーリッチ終わる大体10秒前ぐらいからたまに2個打ちに変えたりとかはします。はい、やっぱりねパチンコで打つ勝っていくためには時間っていうのも戦いなんですよね。限りある時間ですから。はい、でどうやって結果出していくかっていうと、時間を有効活用するために保留さんからの単発打ち、これをやっていきます。はい、よろしいでしょうか。ちょっと水を飲ませていただきますね。今ねロフト部分で撮ってるんでね暑いんですよ。はい、あと池早大学さんがね水を飲むとなんか再生回数上がりますって言ったんでちょっと試してみました。はい、最後いきます。4から5個感覚打ち、これもまああんまり聞いたことないんですけど、ないと思うんですけど、例えばシンフォギアとか先のアマとかでステージ性能がいい台ありますよね。あれはもう保留に関係なく4個とか5個打って止めて4個5個打って止めて4個5個打って一瞬ですよ。一瞬ですけど繰り返します。はい、やっぱりステージ性能がいいんでステージで球がぶつかって喧嘩しちゃうんですよ。それを防ぐために保留4から5個を打っても止めて4個5個打って止めてをもうほんの一瞬ですけど止めるのは、それを繰り返して打っていきます。はい、これが保留4、5個感覚打ちですね。はい、そんな感じです。はい、で今話している中でちょっと思い出したことがあるんですけど、あと大事なのが言いますね、大事重要なのがストロークですね。まあ、ストロークインでまたお話ししてきたらいいかなと思うんですけど、あの地中海とか海とかの 3R2 とかワープ
狙った方がワープに入ってステージに弾が乗っかるっていう台がありますよね。そういう台は特になんですけど、そこにいかに入れるかで回転数が変わってきます。なので、なるべく、そのワープに弾が入りやすい位置で打つ、これが大事になります。はい、よろしいでしょうか。はい、最後にまとめいきます。はい、パチンコは回せる台を見つけて正しく回していきましょうということです。はい、で正しく回すためにどうやっていくかというと、僕は保留3度目はしません。僕は、はい、まあ、保留 2.8 度目ですね。はい、2.8 度目、ぜひ一度やってみていただけたらなと思います。はい、で通常時の小技を紹介しました。はい、通常時の小技はどういう小技かというと、ステージ止め、これはずっとやってください。はい、これまあちょっと変態の方はやっていただきたいんですけど、ステージ玉ぶつけ、ステージで玉がもう真ん中に来ないな、勢い足りなく来ないなってした瞬間もう打ち出して、ステージの玉をぶつけて生き返らせると。はい、で堀井さんからは単発打ちです。はい、でいかに多く回すと、時間も無駄にしないと。はい、最後4個から5個打って間隔打ちを機種によってはできますよと。はい、まあシンフォギアとかですかね、初代シンフォギア特にできましたけど、あと先のアマも結構ステージは優秀なんで、はい、あとエヴァの使徒神聖もまあ僕はやったりやんなかったりと、そういう感じですね。はい、という感じでお話ししました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。